こんにちは、ピーです。フライヌゼロドン。メインクエストの地中に眠る謎？なんかね、今ここまで、ここにいるのにここまで来たんだけど、なんかすっごい大きい怪獣が、なんか追いかけてきた。うわ、待って、いや、やっぱり、くしゃ、なんか、ま、とりあえず逃げましょう。あれ。うわ、なんだここ、やばい。人いっぱいない、大丈夫？待って。メインクエストじゃない。ちょっとね、クエスト紹介してて、まあ、サブクエストも全部ないんだけど、あとサイドクエストのね、これ、太古の鎧。これ、今ね、動力源を3つ、3分の1で1個を見つけたんですね。それは、どこだったかな？あ、子供の頃アーロイがね、フォーカス見つけたのがあるじゃない。あそこに1個ありました。で、あと2個は、5箇所これあるうちの、で、1箇所見つけるとクエストがスタートするらしいんですけど、アナッツの、洞窟なのかな？研究所なのかな？大いなる母っていうのが、メインクエストの山に抱かれてとか、の、結構早い段階では入れたんだけど、今の段階では入れないんですよ。だから、あと、クエストを進んでいくのね、ノラの、なんていうのかちょっとわかんない、のクエストと、あと、弔いの穴っていうのかな、これちょっとわかんない。これも、もう行ったらなかったです。あと、想像主もなかったから、もう一個ね、5箇所のうちのガイアプレイム。はい。それがね、私まで行ったことなかったので行ったんですけど、クエストがスタートしてないと、足場が出てないんですね。上がれない。他の人の、ね、動画見てて、あれ私のここ、上がれないよと思って柱が出て、はしごが出てなかった。だから、よく調べた。その辺の、クエストが買う、できてないのかな？長いんですよ、ね。クエスト受注とかね、クリアしてないと、出ないみたいですね。だから、ね、もう、早い段階でいけちゃうような、いけて、取れるような鎧ではないってことみたいですね。ある程度は全然方向違うよ。危ない危ない。うん。そうだからね。ある程度、進んでいかないと入手できないようになってるみたいですね。で、5箇所、動力源があるうちの、2箇所はもう、違う、そう、3箇所はね、落葉の取ってあるから、あと2箇所ですね。2箇所とも、ウエスト側は進むか何かしないと、禁じられた生物からの攻撃に防壁で備えている。どこ？なんだ、歴史の授業か。奴らはそこに何があるか分かっていない。サブクエストもね、まあもちろんやらない。ちょっと持ってやって、もちろんやるんだけど、サイドクエストだったらね、もちろんメインクエストに関わるからね、絶対必要なんだろうなと思うけど。病気なのか。ああ、持ちこたえてるが、でも熱の上がり方が尋常じゃない。どんどん熱くなってるんだ。この子の名はシアーナ、妹だ。落葉の砦で手を貸せる人は？俺たちは難民だ。期待はしていない。ここには医者が一人しかいないんだ。彼は気難しい。心に影があるんだよ。心に影があるって？名前はガリーブ。頭はすごくいいけれど、人に対して無関心なんだ。きっと荒れ地に心を蝕まれたんだろう。ずっとああだったのかもな。どっちみち助けてはくれないよ。それはどうだろうな。そいつはどこに？聞いた話じゃ紋章の門で戦いがあったみたいで、手当てをしているらしい。月を眉にとどまりたまえ。どうしようかな。はい、ちょっとね、サブクエスト置いておきます。メインクエストに行きます。これかな。わ、これだね、すごいな。なんか、何これ、ロシアが置いてるのあれ。なんだ、
殺しを雇ったらしいぞ。あ、なんかね、すごい今荷物がいっぱいなんですよ。でもスキルもなかったかな、スキル1ポイントか、ちょっとダメだな。どれ売る。あ、だいぶ性能溜まってきたね。何か、あ、別にこれはあんまり関係ないのか。資源だよね。リモコンなんだよ。いやでもあんまり売っちゃうと後で困ったりするからわからないんだよね。わからないよ。これはもういらないか。こんなにあるの。これも、あ、これもいっぱいあるの。やだ。でも100か。でも、あ、これ結構あるね。なんだろう。これも、あるか。この、あ、微妙に違うな。あの、同じか。ここくらいしか減らせてないね。行きましょう。あれ、こっちどこに行くんだ。これか、砦の中庭に向かう。元気そうだな。なんか見たことないかも。何よ。太陽の広場、アジャルクの誇らしき伝統。私がいたメリディアンとは随分だが、ここも同じカージャなのだぞ。で、どこですか。こどういうこと？どうした？どうして？どうして？フォーカスネットワークへの攻撃に効果があったか確かめてみよう。サイレンスの話。あれ？また道が出た。成功だ。なんだろう、ここすごいな。また後で連絡する。とりあえずは探索だ。金稼ぎの話なら玉座の前行くのだ。ここにぼーっとつ。まだ先。あれ、ここにもある。プロジェクトゼロドームの施設。ちょっとあなたたち邪魔なんです。誰？どこ？どこだ？ん？また王様がいる？なんだ？現世に現れ、太陽神がここに。控えおろう、天将イターメン、唯一なる真の三王だ。影の光にして、そのご意志は光、その光は世界を滑るだろう。大祭司バハバスに世の代弁を命ずる。ん？天将イターメン様のご意志に従い、ウーシッドという名の反逆者を太陽の光で燃え尽くさん。その首を持ち帰った者には金500シャードの報奨金を与えよう。王族というより捕虜って感じね。素敵な髪ね。ちょっと私とお話ししない？集落にある緑のテントで待ってるわ。悪いけど
それだけではないぞ。このまま王の出荷の安全を甚だしく。あなたは殺し屋じゃないでしょう。それにウーシッドは無実よ。来てくれるわ。手遅れになってしまう前に。この人が人に出てきてたよ。多分入り口はお前の真後ろにある。大人の人と一緒に違うかな。冗談のつもり。いや、ハヤブサなら心配いらない。お前のことを構っている暇などないだろう。最高だね。今度は野蛮人の客だ。またサイドブレス。素晴らしいな。俺は丸一日食べてねえっていうのに。バルコニーにもか。え、バルコニーにもか。どこ？なんか。その手すりだ。そこからならすぐだろう。なんだここ。ああ、闘技場の上か。え？違うの、もうちょっと。え？降りる？え、なになに？降りる。よくわかんない。向かって降りるのね、これ。あ、これポケバナーシンか。どこ、これは。あ、待って。バナーシンどこ？え？これか。で、メインクエストは、これか。これはどこ？え？あ、これか。降りるか。降りるってどういうことか。ここから降りるの、私。ここは持ってこいだぞ。え、どうやって。赤いとこは嫌だ。降りれない。え、まったくお前ってやつ。え、なんだか違った。どこに降りるんだろう。降り方がわからない。この停戦の重要は、あれ、こっち上がる方じゃないの。わからないぞ。あれ、降りる。降りるってどこや。ここに二人じゃ邪魔じゃんね。ここ？ここ降りじゃなくても危なくない。ほら。また人狩りとはね。そのうち部族が消えちまうんじゃないか。オダンド、オダンド英傑団のリーダーだ。お前新顔だな。片目か片耳を失った時には体に揺れてやろう。第一印象ってのは大事だが、ここじゃ関係ないようだ。誰でもお構いなしだろう。シャドウカージャの仕事は何度目になる。自称聖なるシャドウカージャと言うべきだな。俺を侮辱したが金払いはいい。貴族どもを見ろ。貴族とは言うが、ネズミにシルクを着せてネズミ王とは呼ばないだろ。落葉の砦では泥の家だ。一歩足を踏み入れれば全てが崩れ落ちる。ウーシッドを探しに行かなくていいのか。お前素人なんだろ。最初に動いた奴についてきゃいいのさ。気楽にしてろ。誰かが痕跡を嗅ぎつけるまでゆっくりカージャの先を浴びてりゃいい。そしたら獲物を探し出してラベジャーで一撃だ。ビュッとな。ちゃんとフラフラせずに歩けるのか。何が痛い。ウーシッドは本当に罪を犯したのか。だといいがな。危険な方が面白い。なあ、いいか。そういうことは深く考えるな。ああ、罪を犯したか否かをということ。そういうことを考えすぎてちゃ傭兵にはなれないぞ。大事なのはただ一つ、生かすか殺すか。生かせってならボロ布を口に突っ込んどけ。だが最近じゃ生け捕りは珍しい。じゃあな、ホダンド。いいカリオ、殺すときは苦しまずに生かせてやるぜ。ああ、どうも。なんだ、よくわからない。あれ、これでも同じか。はい、どうやって降りるの。降りる。ちょっと待って。ここだよね。
これ血に降りるってある、あれか、あれこれか、わマジか、これ、え待って落ちたよ、死んじゃってない、大丈夫か、ちょっとやめてよ、塔の反対側だぞすごい追い方しちゃったね。ここは初めてじゃないのか。当然だろ。いいか、私が言うことをとくと心に留めておくんだ、うん、入り口は教えた。だがあの通気口に入れば後戻りできない。この神父へと下ろうとする前にしっかり準備を整えて覚悟を決めておけ。集中するんだ。他に用があるというなら先に済ませておくといい。え、言い訳は聞かないぞ。何分かったな。口出しはしないでもらおうか、勝手についてきたくせに。なんだ、下に降りる。私は世界の秘密を暴くことに人生を注いできた。どこから機械が来たのか、古のものはここまでの文明を作り上げなぜ消滅したのか、失敗の連続だった。それが何年も何十年も続き、乗り越えられない壁に幾度となくぶつかってきた。だが野良族の狩人が来た途端どうだ、ほらこの通り。お前にはどんな地球の秘密も明らかになっていく。私が開けられなかった扉もお前なら開けられるだろう。ID をスキャンします。遺伝子データ認証完了、通行許可、動作不良、動作不良、動作不良。おい、冗談だろ。全く笑えんな。黙れ、何か方法は。おい、エリザベト・ソベックだ、アクセスさせろ。アクセス要求を確認、ルートコマンド機能利用可能、次に進みますか。進む、早く通せたら。分析中、機器の故障によりプライマリーアクセスが利用できません。現在緊急排出プロシージャーを利用することができます。次に進みますか。ああ、緊急排出認証完了。なかなかやるな。だが本当なら、全て思い通りにはいかない。今のでバレただろう。じきに我々以外の者が来るはず。我々？ここには私しかいないはずだけどな。ああそうだ、気が済んだら進むんだな。学ぶことは多いが時間は少ない。プロジェクトゼロドーンへようこそ。ゼロドーン見つけた。そんなに驚くことか。設備のチェックで複数のエラーを検出しました。修復開始。なんだここにある部屋は。入り口の広間だろ、調べてみろ。なんだろうこれ、よくわからない。
一体何なんだ。ホログラフィックシアター ZD01 データを再生を開始します。プロジェクトゼロドーンへようこそ。私はヘレス将軍、アメリカ合衆国統合参謀本部の議長です。噂は耳にしたでしょう。ゼロドーンは極秘の超強力兵器計画だと。不屈の勝利作戦でロボットの侵略を抑えることができれば、我々は科学の奇跡でファルの災禍から救われる。あなたが噂を耳にしたのも当然、私が広めたから全てデタラメです。ゼロドーンは超兵器計画などではない。我々は助からない。もう手はないのです。嘘じゃない。誤作動が発覚した時すでに手遅れでした。バロの再開を止める術は何もない。ロボットは複製し続け、生物圏は破壊されていくでしょう。地球の生命はいずれ滅びてしまう。地球の大地は群の地となる。世界規模の絶滅はもはや避けられません。我々がいくら破壊してもロボットの増殖スピードがそれをはるかに上回っている。避難停止コードさえあればシャットダウンできます。全機能です。しかし暗号プロトコルには多層性の波形が使用されているため、暗号の解読には半世紀を要します。我々に残されている時間は長くても16ヶ月しかない。生物圏の破滅はシェルターや宇宙ステーションに逃げて待てばいいようなものではありません。地球は変わり果てた姿となる。命はなくなり、有害な岩と冬眠し餌を探し続ける無数のロボットだけになる。これが不屈の勝利作戦に隠されたおぞましい真実。私の嘘、何百万もの無実の人々に戦いで犠牲を強いるためについた嘘です。なぜか、その理由はあなたがここで行うであろう作業のために時間を稼ぐため。ゼロデイ、地球の生命が消滅する日は間近に迫っている。止めることもできない。ゼロドーンの希望は未来に続く可能性を紡ぐこと。暗闇に差すその一筋の光はエリザベト・ソベックに委ねる。私からは以上だ。どうなっているんだ。地球の生命は消滅してない。だが止められないと言っていた。でもできた。どうにかしてエリザベトが救ったんだ。一体どうやったのか確かめないと。ハヤブサだ。通気口から入ってきた。真実を知るために生き延びるんだ。急がれ。動く者は殺せ。ここは何だ、墓か。何かの手違いです。なぜ私が連れてこられたの。しかもこんなものまで見せて。驚かれる気持ちは分かります。待合室で生物学のノーベル賞受賞者と同志と思われる人と一緒だった。英語も中国語も話さない人。なんだか不思議な感じ。ヘレス将軍は何を話していたの。ロボットスワーム、ファルの災禍、大変なのは分かるけど本当に止められないの。なぜ今このことを。上海にいる人たちや私の友人、家族、みんなすでに不屈の勝利作戦に参加しているわ。それが無意味なの。みんな死ぬわけ。いくつかの質問にはお答えできます。なぜ私が呼ばれてきたのか、それだけでも教えて。あなたの知識が必要だからです。まさか。そんなはずはない。私は美術史学者よ。知ってるのはオランダの巨匠や日本の書道、ゲルハルト・リヒターとか。でもそれを今さら。
いや、よくわからなかった。あれ？下か。ん？あれ、なんか人がいなかった。やばいです。やばいやばいやばいです。やばいです。やめてってやめてやばいです。やばいやばい。なんてことするの。めっちゃ。データポイント。ああ嘘。あれエリザベト・サベック悪い知らせは聞いた通りファロの災禍が生物圏を滅ぼして生命そのものが消滅するでもそれで終わりでしょうかもし未来に命を紡げたらもし獅子のようなものを残して枯れた地球に新たな命を芽吹かせることができたらこれは目標希望ですプロジェクトゼロドーンそれは超高性能の完全自動テラフォーミングシステムそれで生命を復活させるのですそれに不可欠なものコアには真の AI が必要この世界の生物圏を再構成するために何兆もの決断を下すことが可能なそれは地球上の生命を再び繁栄させる不滅の守護者その名はガイア母なる自然の AI しかしガイアはコアに過ぎません副次的な機能が不可欠になります広範囲に及ぶ分野をそれで支えるのですガイアの思考の延長にあるようなものでそれぞれの目的のために機能するそしてこれらは AI ではありませんこれらの開発には非常な困難を伴うため未だ人類が挑んだことのない挑戦となりますハードウェアは未来の地球に命をしっかりと芽吹かせる数十億もの種子を守ります全ては地下施設に収められることになりますがそれはただの始まり全システムを作らなくてもいいのです完全自動テラフォーミングシステムの素晴らしいところは自らで作り出せることですこれからの数日間皆さんがこれから作り上げるあらゆる機能が組み合わさっていくでしょうどのようにソフトウェアを作って技術と設備を準備するかは時間との戦いになりますそして手遅れになる前に全てを完全に封印するただし重要なのはこれで終わらないということヘレス将軍が話していた機能停止コードをガイアが生成しその送信アレイ群を建設しファロロボットを永遠に停止させるガイアは作るだけではありません生命復活に必要となるロボットを何世紀にもわたって試行できる破壊された地球の大気や汚染された海を浄化し冷凍保存した種子で地球を再び緑化し生態系を再構築するのですそして全て完了した時世界中に散らばるゆりかご施設から新世代の人類が誕生をしアポロを分かち合うのです我々が残す人類の知識や文化の功績をまとめたアーカイブですこの世界そして何より過ちを繰り返さぬため決して不可能な夢ではない私たちが休まず力を尽くせばきっと達成することができます絶滅は避けられませんでももし皆さんが私とガイアに協力してくれたら共に未来を現実のものとしましょうやめろ復活するんだね復活させる計画だったんだ
それぞれの機械だ。あれあれ、エリザベトがやったの。未来のため。そうか、でもハデスは何なんだ。それをガイアが、ガイアの一部だと。コントロールしてたってるんだ。紛れていたんだ。え、なんで。それにどうやるか。あの、アンコル保存された知識は。え、嘘でしょ。存在存在ちょっと待って。どうしよう。答えはこの先かも。ん、見えない。当たらないじゃん。え、どうしよう。どれ。これがいいんだけど、これがあるな。俺が一番強いよね。ちょ、見た。420物はすごい強い。ていうか、やばい。ちょっとこれだな、これだな。そうなんだよ。これね、あの、また、ダメージコイル45からを見つけたから、ね、相当強いはずです。見て。ちょっと待って、見てね。ちょっと待って、これ。あ、これじゃ分からないよ。なんか。で、これでね、ほら。あれ見て。ほら、45だよ。あ、これ45が最高なのか知らないんだけど。強そうだよね。何よ。なんでこんなとこで戦うんだよ。ゼロドーンとは壮大なスケールで表現飛ばせないのかな。生きるのかな。でもとても不公平じゃない。なぜ私が選ばれたの。あ、いらないって。が決めたこと。アルゴリズム。私が美術史を専門としてたから家族が救われたわけ。それでいいの。スーベイ博士、クリスティーナ・スーベイ。これも最低か。キングバードのつまらない FBI に教えてたことがあったけど。電源が。他のルートは。前にも言った、フォーカスを使うんだ。うわ、でもすごいの、シャード15個だ。え、これこっちか。強い。あの、ほんとあの、ホライゾン2の方でね。あれ？それじゃあ、またこれか。正しい組み合わせを見つけなきゃ。ん？え？部品が欠けてる。近くに保管庫があるかもしれない。え、どういうこと？あ、2でね。コイル。全然いらないってクリアしたんだけど、全然コイルの、コイルとあとレベルだよね、武器のね。ブレッドの無能さにはもう重要だったんだね。ねえ、全然やってないの弱いはずだよ。うんざりよ。あの人、H エミッターノードを逆に取り付けたのよ。全部逆なんだから。私は死に拭いはしないわ。直したければ、彼に新しいエミッターを用意させてよね。それじゃ。何これ。設定が、ああ、見て、マークが出てるよ、もう。え？どういうこと？え？あ、これか。これかな？この左上左あ、ごめんか左下右。よし、近くの扉を調べよう。開いた、開いたね。
何だったの。人がいるよね、あれね。どうすんのあれ。どこどこどこ、これか。これあ、これなんだ。もう十分ある。これは、これ今は下だよね。どこにいるの。ちょっと待って。降りちゃったら意味ないよね。で、こっちだよね。え？どこかに。え？わからないぞ。これかな？いや、あれ？ちょっと待って。これかな？いや、じゃあ降りたら。ダメでしょ。あ、あれ？これでいいのか。え？これはなんだ？これ何？これは何？要するに、来たよね。え？よくわからないなぁ。ん？ん？ここを開けて、こっちに来たんだから。え？戻る？違うな。これか？違うな。音がしたぞ。あ、いた。待って、強っ。強いな。まだいる。まだいる。あの、もう武器なんかで攻撃したんだ。全然、あれだよね。バチが分かる。こんなとこいた。どれだ、どれだって、これか？いや、どれ、あ、これだったよ。あ、ヘッドショット。それじゃなくてさ。なんか、どこ？これも違うよね。ここに行くのか？ちょっと待って。てかもう、ちょっと時間、あまり押してない。あ、もう少しでやるか。やばいなぁ。これなんか周りは違うよ。ここ、ん？違うな。マークが出てるなぁ。出てるけどさ。出てる出てる。どういうこと？ここ？
や、開いてないんだよ、まだ。開いてないけど、こっちか。そうか。あれ？いや、ここは開いたんだよ。ここか。何？これ。ここだって供給されてないよね。だって動かせないよ。動かせないのにさ、何に動かすの？ちょっと待って。ああ、何かここに刺すものがどこかにあるんだ。どこだ、それ。エミッターを拾う。隣へ、廊下のドアを抜けて、はしごを登り2階を、ここを抜けて、はしごを登り、登ったね、これだね。で、2階に登る。はいはい。登って、これをくぐる。うん。で、あ、ここになんかマーク出てるの。見つけた。これか！使えそうだ。え、見た。あ、これだ！あ、なるほどね。そういうことでしたか。でね、ここに、はい。これこれ。で、ここ入れるんだ。なるほど。うまくいった。見落としてるもんだね。大変です。じゃあ、扉を開けるか。で、これが、え？え、何これ。下？え、待って。下なのか。逆って意味なのかな？左から。これ左。上。右。右は丸です。で、これが下。ぴょん、ぴょん。これでよし。あ、いいね。オッケー。奥に何があるか見てみるぞ。どこかが開いたんだよ。あの、破壊とかって、あれが開いたんだ。オッケー、これか。あれ違うぞ。どこですか？この人さ、この人がひっくり返ってたのか。ほら。え、誰？また？エクリプス、来たか。接触は避けろ。問題なさそうだ。ガイア、あそこだな。2階だ。行けるか？うーわ。こんなに弾あるかな？しかなさそうだな。あ、結構あるね。でも、できればサイレントでやりたいよね。できるのか？あ、こっちだ。ダメじゃん。え？死んでしまい、死んでしまいました。体力なかった。あ、なんかすごい、機関銃みたいなのがいたってこと？誰かいる。助けてくれ。影の前に倒れなさい。
え、待って、横から撃たれてる。大変、攻撃の準備。やばいです、やばいです。何がやばいです。滅びるのだ。やばいです。やばいのがいるな。うわ。え、マジか。うわ。見えない。見えないな。わあ、マジか。見えないね、これ。いった。今のが最後か。今のが最後。よかった。よし。え、何だ。あ、すごい増えてるんですけど、大丈夫よ。すごい増えてるやん。どこ？マジか。よしだよ。いや、結構強いな、やっぱり。素材でも大変なんだけど。どれどれ。よし。え、待って、どこ？こっち？なんだ怖いぞ。どうも、マーゴシェンです。これはヘファイストス。名前でわかる通り、この副次機能はどんどんロボットを作るため。なんだろう。あとでいるかも。きっとこれだ。エリザベト・ソベックの部屋。でも封鎖されてる。どこ？この中に入る方。エクリプスだ。気をつけろ。増えてない。もしかして増えてるような気がするね。アポロへようこそ。蓄積された人類の集合記憶、そして次世代に紡がれる知識の源です。私はサミナ・エバシ。最近まで何がの人。あれ、私はいない。またいるよ。まだ、どこ行くの？ここか。ここかって言っても、どこはどうに行くんだろうね。離れるよ。やばい。危ない。血まみれにしてやる。やめて。
音があんま強くないで、ここどうしたの。いやーやばいね、やばいね。ちょっと待った、なんか引っかかってるし、なんだ何か、これどこ、もうなんだろう、ちょっとね、まだ、あれそうだからね、今回ここで終わります。ちょっと時間もだいぶ押しちゃったから。はい。じゃあまた次回です。じゃあね。バイバイ。